ジミー・ボンナは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、マンスフィールド出身のプロ野球選手。メジャーリーグで、初の黒人選手として活躍したのは、ジャッキー・ロビンソンであるが、ロビンソンが、MLB に入る11年前に日本プロ野球に、所属した初めての黒人選手である。中学時代から野球を始め、中学卒業後は5年間ニグロリーグに所属した。 一試合二十二奪三振を記録したアンダースローからの快速球と打撃では四割以上の通算成績、また投手以外もないやならどのポジションも守れるとの触れ込みで九百三十六年秋に日本の大東京組へ入団した。十月八日の初練習では噂に違わぬストレートの威力と制球の良さに保守としてボールを受けた伊藤勝三選手兼任監督も 現在の職業団の打撃力では一寸打ちこなすことは難しいでセウと称賛した。10月23日、第2回全日本野球大会賞戦となる、阪神戦に登板するが、井上良平に満塁本塁打を打たれるなどの失点を喫した。4試合に登板するのみに終わった投手としては、請求に苦しみ制裁を欠いたが、 打撃の方では24打数で2塁打1、3塁打1を含む11安打で4割5分8塁を記録する高打者振りを披露した。入団から約1ヶ月後、11月18日に対談した。その後の消息は不明である。本人の署名で、ジェームズ・イー・ボーナー。ヒルカン・川越掲載の国民新聞記事、ベースボールマガジン2000年、秋号、P41 参照。 宇治田、キルカンでは6回死球8の9失点。週刊ベースボール2009年7月6日、5付録、日本プロ野球歴代全外国人選手写真名館1936から2009、P に参照。ありがとうございます。